い、皆様こんにちは、さつきチャンネルでございますが、今日は人間力コンサルタントの網谷陽一さんというゲストをお迎えしております。なぜこのテーマかというと、岸田政権は政権を挙げてリスキリング、ある意味自己開発みたいな話ですよね。自己啓発、自己開発、うん、でその中でデジタルとかそういう部分もものすごく私は力を入れてまして、うん、デジタル人材 PT 座長を仰せつかっております。2度目です。でこれも3年で4000億円とかいうことで動かしたんですけども、実は手が上がってこないので半分使ってないっていう話で、5年で1兆円っていうのも一体何をどうしたらいいかわからない部分があるんですが、あらゆる商売には営業が必要ですね、皆さん。で結局聞いてみると、営業の力のある人が欲しいという企業がもうどこでも多いということで、今日は網谷さんに来ていただきました。まずは自己紹介と何をやってらっしゃるから教えてくださいませ。はい、片山先生、お忙しい中お時間、はい、ありがとうございます。人間力コンサルタントの網谷陽一と申します。私はですね、昭和55年5月5日に5555で生まれまして、本当に幼少期から好き勝手やってきたんですけどもで大学を卒業して大きな大手企業とかで働いてたんですが、まあそういった性格が災いして、28の時ですかね、独立いたしまして、そこから今42ですので、なんとか14年間会社をいくつかやりながら生き延びてこれたというのが現状なんですけども、その中で私がずっと思ってたことが、じゃあ結局よく日本で10社起業したら10年後に残っているのは4社か5社だよとかいう数字ってよくあると思うんですね。でも4社か5社が残ってるってすごいと私は思いますよ。逆にですか。そうですね、はい、で私も実際思ってるのはですね、じゃあ4社5社残ってるうちの数社は赤字でもなんとか回してる状況だったりすると思うんですよね。そう考えると100社中1社とかいう可能性だってあると思うんです。それじゃあ残ってる1社ってどうなんだっていうのを、私も関西中心にですけど、もう本当経営者1000人2000人にお会いしてきてるんですね、うん、その中でやはり残ってらっしゃる方っていうのは、まあ、それなりの人間力をお持ちだなと。人間力っていうのを定義はちょっと一旦おかしていただいて、お持ちだっていうのを気づいてから、約6年前に闇谷総研という会社を立ち上げまして、結局は営業力だったりコミュニケーション力だったり、それこそマーケティングコンサルタント全てが人間力を土台にやらないと長続きしない、テクニックだけでは長続きしないという結論に至りまして、今人間力協会っていうのを立ち上げて、人間力アカデミーっていうのを私が講師として、今オンラインとリアルの、やっとコロナが明けてきてるのでオフラインで今やらせていただいているという状況になります。なるほど、はい、大変これアマゾンの1位で埋めたすごい本なんですけど、この人の心が読めるやばい営業術なんですが、はい、一言で言うと、正しい営業スタイルの眼目って何ですか？押し売りしないことです、うん、結論は、皆さんどこかでお客様のためって言いながらも、うん、自分の手数料、自分の売り上げがちらつくんですね。でも私が思うに、そのお客さんにとって必要でなければやめといた方がいいですって言える。そう、これが面白いのは、皆さん、ね、営業は勢いだとか、お客様のためならどんなことでもするとか、そういうのの数が多ければ多いほどあなたは売れない営業人ですって書いてあるんです、はい、面白いですね。もしかしたらなんですけど先生、これは今までの営業本と真逆のことを言ってるので、ちょっとこの営業業界にとっては革命の一冊出してるかもしれないです、うん、はい、ぐらい営業はするなに近いですね。その中でも私、まあ手前味噌ですが、私の実績で言うと約5年間もう自分から営業したことないです。勝手にお客さんが集まってくる、でクレームも基本的には発生しないという意味で言うと、人間力を鍛えることが実は最短になるんじゃないかなというふうに思います。営業が歩合だったりして、はい、収入がどん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 増えていくと、はい、私も実は金融を所管している業種を持っている役所に入ったわけですよ、はい、1982年に、はい、銀行や証券と違うのはやっぱり保険、はい、政府の営業レディっていうのが当時は30万人いて、すごかったですね。当時は日本人の 95% が生命保険入ってたから、はい、今でも90かけてるけどすごいんで、それがまあある程度日本人のセーフティーネットになってることは事実ですから、そうですね、その彼女たちの貢献は大きいんですけれども、はい、やっぱりね、昼休みに回ってくる人たちを見て、うん、営業力の差ってあるんだなっていうのを、はい、22、3歳の時に思いましたね。それほとんどが女性の世界なんですよね。なるほど。で、この人の心を読むというテーマっていうのは、はい、まあ、それは確かに相手の心が読めないとダメなんだけれども、うん、逆に読めないと売れない、
そのパターンって何ですか？そうですね、結論、相手の心を読むっていうのも思いやりだと思うんですね、うん、というのは相手の心が読めるということは相手に対してこういうことをしてほしいんだろうなっていうのをきっちりと説明ができないとおかしいので、うん、そのタイミング、ベストのタイミングで声をかけるっていうふうに持っていかないとダメだと思いますので、うん、そうするとこちらがこの商品を売りたいからとかいうのではマッチングというか微妙なコミュニケーションのズレが発生すると、うん、いうことで微妙なズレがずっと続いていくと最終的にちょっとあの人しんどいなっていうので営業の世界から消えていく方が10年で見たらもうほぼ消えてるんじゃないですかねっていうのを、逆にこれほど営業って楽しくて面白い仕事はないですよっていうのを書いた本です、うん、はい、うん、このエオグラムで人の心を理解するっていうんですけど、エオグラム、はい、なんかそうですね、チェックリスト20点満点で、はい、はい、何事も我慢することが多いかどうか、他の人の顔色が気になるかどうかでもみんなそうですよね、はい、上司に言われた数字は達成しようとするかどうか、はい、自分が悪くなくても謝ってしまう、これはね日本人だけによくあることなんですよね、はい、で組織の中では協調性がある方だと、はい、他人に評価をされないと自信が持てない、まあ、これみんな結構うんって言いそうじゃないですか、はい、そうなんです、うん、日本人はこのページのここの数字が高く5つ指標があるんですけど、そのうちのこれ5番目の指標なんですね、うん、日本人は結構平均値が高いです、うん、ただ私は営業とかコミュニケーションで言うたらそこまで高いことが全ていいわけではないなというところと、うん、かといって協調性を持たずにガン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 断られてなんぼじゃみたいなイケイケどんどん精神が昭和平成とのし上がってきたんじゃないかなと思うんですけども、もうこの令和の時代は共感です、うんうん、もう共感の時代になったんだから、うん、まだ営業の研修講師でさえ押せ押せ断られた時のメンタルだとかまだ言ってるわけですよね。じゃあその前に共感されてもう断られないよ、もうお願いしますって言われる状態まで持っていった方が早くないですか、もっと言うと長くいきませんかっていうのがこの本の提唱してる内容になりますね。はい、自信あります。あなたはどのタイプというやつで、そうですね、はい、で自分のタイプを知り、相手のお客様のタイプをある程度見抜いてそれに合わせて喋っていくという形ですね。もしもジャイアンが友達だったらって、これ面白いですね。はい、のび太のクラスメイト、はい、うん、ね、ジャイアンってある意味ではわがままな部分もあったり、そう、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものっていうような方がいらっしゃったり、うん、かといって映画では意外と勇敢な部分が出てきたりとか、うん、それが友達だからいいですけど、これがじゃあ取引先だとした場合にどれぐらいの距離感でやっていくかとか、うんうん、どういうふうに話しかけたらジャイアンは喜んでもらえるのか、うん、とか、もっと言うと少し距離を空けるのか、うん、とかいうのも全て落とし込んでます、この本に。だから結構のページを割いてるのは、はい、営業をかけられた相手側の性格分析、つまり敵を知れば百戦危うからずという昔からのことわざと同じですね、はい、何時の敵を知れば百戦危うからずでございますから、はい、この基本が分かってないとダメと。最近の流行りの本の中では人間は誰でも自分が一番好きってやつですね、はい、そうです、それが共感、はい、うん、で見抜きはどうやってやるんですか。まさかこの質問を相手にするわけいかないもんね。そうですね、それがこの5つの指標の中に癖があるんですね。癖、その方がこの癖が出てきたらこの指標は高いよっていう風な、知らないとダメです。相手の癖を見たらこのエネルギーが高いなとかいうのが分かれば喋り方がおのずと変わります。それってでも昔はほら営業接待お願いしたり、はい、余裕のある頃は営業ゴルフお願いしたけど、はい、最近ってそういうところまで相手が誰でももうそこまでやってる暇がないんじゃない？そうなんですよ。もうそれをやるんだったらもうネットでいいやんっていう話になってきたりとかですね、うん、まあ、確かに今でもあるいまして大切な部分ではあると思うんですけども、うん、それ以上にもう最初からあなたで行くよっていうところまで持っていった方が早いです、うんうんうん、というのはこの自分をまず知って、自分の能力の凹凸を知って、そして相手の癖を見たらこういうふうに言った方がいいなとかいうのが分かるように、その基礎の部分をまとめてます、うん、はい、まあ、政治家にとっても有権者に本当にしっかり支援していただく上では非常に参考になるはずでございます。多分同じことですからそうですよね、全てがもう政治の方も経済の方も、それこそ恋愛関係もそうかもしれないですね、うん、全てが相手がどういう方か分かって、で自分がどういう貢献ができるかとかいうのが分かれば、うん、コミュニケーションっていうのは円滑に進むはずだと思うんですよね、うん、ある意味ではそのコミュニケーション力を高めるための本だったりするかもしれません、うん、っていう。
それは今まで伝統的にいろんなものがありましたけれども、はい、まあ、どこが今まで従来タイプのものと一番違うんですか？はい、今までのものは基本的にはイケイケどんどんでプッシュ型というふうに私は表現しています。うん、断られても断られても数を打てばそのうち10人中7人に嫌われても3人に好かれれば営業は取れるよねということを前提に進んでるんですね。うん、ただ令和になった昨今では SNS も発達し誰でもググれば分かる状態であれば7人に嫌われちゃうとその人の悪評とかですね、あるいはその商品とかの評価が低いってことになると、評価が下がってしまうんですね。うん、そうするとその3人を見つけるのもむしろ足かせになってくるんです。うん、っていうんであれば7人は買わなかったとしてもあの人は自分にとって今必要ないけどいい人だよねっていう風に味方になってもらう。そして3人の方からは買っていただける。でもこの7人はタイミングが来たら声かかりますし、7人は敵ではなくて味方なので応援者なので他の方には口コミで広げてもらいます。うん、そのやり方を、私はプル型、プッシュ型ではなくてプル型って呼んでるんですけど、それを持ってくる方法っていう、これが一番もう営業の王道と言いますか、なぜこれを言わないのかなっていうのが本音でありますね。うん、はい、あの実は網谷さんはね銀行にいらっしゃって、銀行員にこういうタイプの人はすごく少ないです。あのむしろこういうことはやらない人が多いんですけれども、はい、まあそれで合わなかったから飛び出しちゃったのかもしれないけど、これからは銀行も事業主や経営者のところの懐に入ってってね、うん、もっとその人の能力を引き出すようなことをやれば、はい、私事業再生ってもっとできると思うんですけどね。もうおっしゃる通りだと思いますね。うん、そこがあれば解決できることってめちゃくちゃあると思うんです。うん、私それこそもう60歳70歳になって人間力協会とかやろうかなと思ってたんですけど、うん、これはもう令和のこの時代にこそやるべきだと思って38で立ち上げたんですけど、うん、30年前倒しですよね。で今本出しアカデミーを月1回やったりリアルではもうしょっちゅうやってるんですけども、今累積何人ぐらいにお伝えできたんですか？そうですね、オンラインとオフライン全部合わせて今で約1000名ほどですかね。まだちょっと足りないね、はい、弁当士としては これからですね、もっともっと。なのでそれこそ私は社会人1年目であるとか大学の授業の中で人間力講座があったり、それこそ小中中高であってもいいと思うんですよね。うん、それなしで突然社会人になって責任あるよって言われちゃうから、親からずっと食べさせていただいてもらいながら急に社会になってあなたの自己責任ですよっていうこの壁があると思ってるんです。うん、そこにあなたは自立の世界に入ったというこの人間力の話を大学講義なりね、いろんなところで聞く機会があればもっと楽しい社会人生活が送れるんじゃないかなとかも思ったりしますけどね。あのね、網谷さん、はい、日本政府もやっと貯蓄から投資に踏み切りました。あ、そうですね、2000兆円の国民資産のうち、はい、なんと1000兆円が、はい、最近では長らく金利がつかなかった貯金だというこの国ですけれども、はいはい、でもやっぱり老後の支えとして年金だけではお弁当の中の白いご飯、はい、プラスマイナスアルファぐらいしかないので、はい、このNISAの N は日本の N ですからね、はい、でそれで私も金融調査会長として頑張って、はい、金融教育の機構を作ると、はい、でこの法律を今度金融庁に出させるんですね、はい、そういうところでもぜひこの営業力という部分を、はい、逆にとってね、これからは中立的な投資アドバイザーが何を言うかということを注目しようというふうになっているんですよ。はい、そうするとプロのファイナンシャルプランナーはね、もっと上のことが求められるんです。そうですね、当たり前なんだけど、はい、その辺もぜひ指導をしていただきたいですね。はい、もうおっしゃる通りですね。それこそNISAですとかイデコですとか、ああいったものこそ信頼できる、きちっと勉強して、またその方の人柄もいい、そういう人と出会うことを一生懸命やらないといけないと思うんですけども、そういう意味ではそれを売ってらっしゃる銀行員さんとか金融の関係の人とか営業マンの方が呼んでいただいたりとか、セミナーを受けていただいたりして、その上でクライアントさんとお客さんとコミュニケーションを取っていっていただければ、今政府が目指しているより良い貯蓄から投資へのステップになるんじゃないかなと思っております。はい、はい、ありがとうございました。今までにないことですけれども、はい、人の心が読めれば売れない営業はやばいぐらいに売れる営業になるというあ、やばいぐらいになります。まあ、あの黄色のこの勢いのある、はい、5555の、そうですね、はい、はい、ぜひはい、頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ますまでよろしくお願いいたします。さつきチャンネルご登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。